突然ですが皆様、切り抜き動画って見てますか？私はたまに見てます。短めの切り抜き動画がおすすめに出てくると、ついつい見ちゃうんですよね。切り抜き動画といえばやはり、最初に名前が出てくるのがひろゆき様です。彼が少し前に謎にバズったのは、大量の切り抜き動画が爆発的に伸びたことも、大きく影響しているでしょう。ひろゆき様って表情が豊かですから、切り抜き投稿者も、サムネを作りやすいと思います。で、ひろゆき様の成功を受けて、切り抜き動画自体がブームになり、切り抜きを容認する YouTuber が続出し、それに便乗して切り抜き動画を投稿し始める人も、次々と現れました。投稿者サイドからすれば、何もしなくても勝手に、自分のチャンネルの宣伝をしてくれるようなものです。めちゃめちゃありがたい話ですよね。自分でお金を出して広告を打つとなると、結構お金がかかる割に、大した成果は得られませんから、有識者 YouTuber の、オリラジ中田敦彦様も、去年から自身の切り抜き動画を容認しています。しかし数日前に一転して、今後は切り抜きを容認しない方針に、転換しました。ユーチュラの記事から引用します。切り抜き動画では元の投稿主と、切り抜き投稿主が広告収益を折半するのが一般的ですが、収益は一切もらっていなかったとのこと、1円もこっちに納めてない人に何か言われる筋合いはないとしつつ、禁止にするはあまり効果がなかったからだと説明します。ひろゆきはコストをかけず、長時間喋り続けるというスタイルで配信しており、切ることに意味があると語る中だ。一方自身は編集した動画を投稿しており、長尺の動画も少ないため、切り抜きの動画がバズらなかったとのこと、本体の方が強かったと言います。しかも視聴者からは、中田さんのトークチャンネルを見たいのに、切り抜きがやたらとおすすめに出てきて混乱します。何が本家なのかわかりませんといった声も寄せられていたそうです。これに加え、切り抜きチャンネルの間でも競争が激しくなった結果、釣りサムネが増える事態になっていたのだとか、釣りサムネとは動画内容と逸脱した、大げさなサムネイル画像を使って、視聴者の興味を引かせる手法ですが、YouTuber 本人は、信頼を損ねるためあまりやらないと中田は話します。しかし切り抜き投稿者は、そんなことはお構いなしのため、釣りサムネが乱造される状況になったようです。多少は釣り気味のサムネでもいいと思うんですけど、確かに最近はこれアウトだろっていうレベルの、露骨すぎる釣りサムネが目につくようになりました。禁止する投稿者が出てくるのも、仕方ないかなという感じですね。VTuber の星川沙羅様も、少し前にソロ配信の切り抜き禁止を宣言しています。理由は悪意のある切り取り方や、事実と異なる釣りサムネの切り抜き動画が、ごく一部あったからです。星川様はいつも応援してくれているみんなに、こういうお願いをする形になってしまってごめんなさい。どうしても自分の言葉で伝えたくてここでお願いすることにしました。よろしくお願いしますとおっしゃっています。投稿者の評判を貶めるような切り抜きが出てくると、禁止せざるを得ません。VTuber って今は数が多すぎて、知らないキャラがかなり多いですから、切り抜き動画はかなり助かっています。うまいこと共存できれば良いのですが、中田敦彦様は動画で、YouTube では3年以内に、テレビを超えるクオリティの映像が主流になる、とおっしゃっています。いやーどうなんでしょう。3年でそこまでいきますかね。あんまり具体的な数字を出して予言しない方がいいですよ。宮迫様が作ったテレビ番組風の動画が、大して伸びずに爆死していました。明らかに大赤字です。ですからそもそもテレビと YouTube では、需要が違うんじゃないでしょうか。最近 TikTok がかなり強いです。YouTube がショート動画に、最近やたら力を入れているのは、明らかに TikTok を意識したものです。むしろテレビのような長尺の動画よりも、短めの動画の方が、忙しい現代人には合っているのかもしれません。放送作家が頭をひねって作ったテレビ番組が、低視聴率で打ち切りになる一方で、若者が個人で作った動画が、何十万回も再生される、不思議な時代ですね。最後までご視聴ありがとうございました。